この後も生放送で最新気象情報をお送りしていきます。19時になりまして、この時間帯お帰りの方も多いかと思います。いかがでしょうか。帰宅された方は夕ご飯召し上がりましたか。秋ですと美味しいものがたくさんあって楽しみな時期ですよね。私は昨日からですね、スターバックスさんの新メニューを2連続で楽しみました。昨日番組が終わってからスターバックスさんに立ち寄って、あのお芋のフラペチーノを飲ん で今日はお昼頃に友人と会ってランチした後にまたお芋のフラペチーノを飲みました。2連続です。美味しいんですよ。あ、月見バーガーしか食べられていないと。月見バーガーもいろんなハンバーガーショップで売られていて、また味が変わりそうですよね。あ、焼きそば食べましたといった方もいらっしゃいました。飲んだんかと。そうなんですよ、あの期間限定ですので、やっぱり飲めるときにいっぱい飲みたいなと思います。そんな話するとお腹なりますか。いや、今日は大丈夫です。たくさん食べてきたので、はい、今日はあの鶏肉の、はい、低温調理のなんかランチみたいなコースでした。美味しかったなと。お腹減りますよ。話してるとお腹減りますよね。でもやっぱり秋の食事ってやっぱり旬のもの、お芋がたくさんあって、私お芋大好きなのでありがたいですね。確かにお話してるとお腹空いちゃうかもしれないです。まあ、ぜひ皆さんもなんかこの絵で、あの文字で表すと結構私の言い方雑でしたよね。低温調理ランチって全部低温調理してるみたいですもんね。今後も全部皆さんもね、あの夕飯などもリポートでお送りいただければなと思います。低温調理っていうとやっぱり自分で作ると時間がかかるじゃないですかね。外食でやっぱり自分で作れないものを